はい、どうも皆さん、こんにちは。おはようございます。こんばんは。ハトクマです。ということで、東京プロまで残り9日となりました。今回からは、クラシックフィジークの選手をね、見ていきたいと思います。東京プロで初めて、いや、日本で初めて、このクラシックフィジークっていうね、今、世界でもめちゃくちゃ人気なカテゴリーがやってまいりました。もう、来たかというのが、まあ、正直なね、感想なんですけど、まあ、とにかく楽しみですと。で、まあ、今回は、まだね、ご紹介できていないクラシックの選手が6名ほどいらっしゃいましたので、見ていきたいと思います。で、今回見ていくのは、お二人とも同じ大会でプロクオリファイですね。競われた経験もあり、まあ、クラスは違って、プロになった大会も違うんだけど、お互いプロデビューにもなる、そんな、お方々でございます。こちら、村上さんこと、村上康プロ。そして、ベイアンさんこと、園部拓也プロ。ベイアンさんに関してはね、まあ知ってるって方がね、結構多いんじゃないかなとは思うんですよ。数年前からずっとトップフィジーク選手として、まあ出られていて、メンズフィジークのね、選手として最初は出られてましたが、まあアマチュア時代で、まあクラシック、そしてボディービルデビューもね、果たされていて。で、プロになられたのは、2021年の山岸さん大会。この大会ではボディービル、クラシック、両方でオーバーオールに行くというね、まあ、結果を残されました。で、その中でも、もう今でも印象に残ってるのは、絞り、背中。絞りがもう本当に、ダントツ良くて、で、かつ、背中がね、すごかったわけですよ。でも、背中を寄せたとき、これはボディービルのね、画像ですけど、もう、どよめいて。で、そこからギュワンと広げたときに、また、会場が、どよめきました。男性の声だけではなくて、女性の声でも、うわーみたいなね、もう、ハトクマの中では、やーばーっていうね、なんだこれ、すげーかっこいいっていうね、もう、感想しかね、出てこなかった。圧倒的だこれはっていうね、まあ、そんな、感じだったわけですよ。で、そこから2年間ね、オフを取られまして、満を持してこの東京プロで、プロデビュー。でも、絞りがね、やっぱりベイアンさんのイメージとしてあるんですけど、それはメンズフィジーク時代からね、ずっとあるんですけれども、今回も、やばいです。いやもう今回はさらにね、プロになられた時よりも、でかくなられて、かつ絞りも、どうなんだろうねこれ。まあ、ご本人にしかわからないところですけど、パトミ過去最高いかれてんじゃないかなって。本当にさ、すごくないこの皮一枚な感じというか、血管の出方となんかこの皮膚の感じと、本当に減量末期、ザ末期みたいなさ、そんな感じで。で、まあ、最近はジーンさんとかアキトさんとトレーニングされるね、機会もあったりなど。まあ、特にジーンさんとベイアンさんといえばね、結構絡みもあった。お二人ですから、これがまた見れて嬉しいっていうね、ファンの方も結構いたんじゃないかなって思うんですけど、まあ、ジンさんもベイアンさんも同じく東京プロに出られるということで、まあ、こう、研鑽をね、もう積まれていったんじゃないかという、このなんかちょっと師弟関係っぽい感じ、なんかジェレミー・ブエンディアと一時期のザク・アインズリーみたいな、あの感じがさ、ハトクマはすごく好きなんですけど、まあ、とにかくベイアンさん、バキバキです。絞りだけで言えば、まあ、広川さんが、やばい、頭一個抜けてんじゃないかっていうぐらいね、絞れてるように見えたんですけど、ベイアンさんも、これ、すげえぞっていう感じですね。で、まあ、この後の村上さんも共通して、まあ、この大会で注目したい部分は、背中なんですよ。やっぱり海外の選手が来るってなった時に、メンズフィジーク以上に背中の差っていうのが、ハトクマは出やすいのかなっていう気がしていて、特に日本の選手っていうのは、まあ、フロントポーズはめちゃくちゃ強いと思うんですよ。なので、バックポーズ、手をこう上に上げた時の背中だったりとか、こう広げた時の背中の凹凸感だったりとか、広がりだったりとか、こういったところが、まあ、身長が高くてね、よりプロポーションがもうずるいよっていうぐらい、手足長くてさ、目立つような選手。まあ、そういう意味では、日本で言うと、ユージーンさん、ユージーンさんの話もね、また今度しますけど、が、まあ、プロポーション勝負では唯一渡り合える、まあ、身長と手足の長さをね、持たれてるのかもしれないなって思ってるんですけど、ただまあベイアンさん圧倒的な絞りと、まあ、サイズもボディービルほどねこう顕著にサイズ差が出るカテゴリーでもないので体重制限があるカテゴリーだからさでまあメンズフィジーク選手としてもねこうずっと活躍されていたからこそ持たれているウエストの細さそこからの V シェイプもあるしで背中に関しては
こう強い方なんじゃないかなって、これは勝手にね、思ってることですけど、思うんですよ。なので、フロントバックで見たとき、上半身下半身で見たときのバランスなんかも、すごくいいんじゃないかなって思っていて、結構ね、楽しみな選手です。まあ、楽しみで言ったらどの選手も楽しみだから、多分毎回楽しみですって言っちゃうんですけど、まあ、ベイアンさんね、プロデビューされますので、皆様ぜひご注目ください。そして、お次は村上プロ。村上さんに関しては、やっぱり高校の先生っていうね、ところがもう驚愕なわけですよ。先生兼プロ。だって学校に普通に生徒だったら行ってさ、村上先生おはようございますって声かけて、あ、おはようって言った先生が、裏ではさ、この肉体脱いでポージング撮ってるんですよ。面白すぎるでしょ、かっこよすぎるでしょっていうね、まあ、お方でございます。ちなみに、これ直接会われた方しか、まあね、なかなか知り得ない情報をお伝えするんですけど、めっちゃ優しいです。めっちゃね、優しいんですよ。まあ、それで言うと、ベイアンさんも、面白い方で、まあ、がっつり直接お会いしたことないんですけど、ちなみにね、どうでもいい話かもしれないんですけど、同い年なんですよ。まあ、村上さんに関してはですね、まあ、2022年にプロになられました。ベイアンさんと同じ21年の大会出られてたんですけど、そっちは準優勝でね、クラス優勝されなかったんですよ。で、この時の2022年は、カイザー豊田さんがいらっしゃったんですよ。で、カイザーさんといえば、山木さんの弟子一期生で、もうアメリカ生活でさ、ぐわー人気が出られていて、大会でも優勝されて、で、日本で山岸さんがいるとこで、山岸さんの冠の大会で初のプロクオリファイで優勝したわけですよね、クラスを。で、オーバーオール進まれた。これマジであるんじゃないかって。もうとにかく会場がカイザーさんやばいっていう空気に包まれてたと思うんですよ。ただその中でしっかりと自分の体の良さっていうのを前面に出されて、もう勝ち取られたプロになられたっていう。で、まあ、この時の体っていうのが、ハトクマ的にやっぱバランスがすごく良かった、ポージングがすごく良かったっていう印象があったんですよ。上半身見て、あーいいな、どの選手もいいな。で、まあ、下半身見て、あ、村上さんっていう選手すごい太くて、上と下見た時のこう弱点が少ない、ギャップがあまりないなっていうような感じですね。っていうところからの、まあ、1年ですよ。プロデビュー、どんな体になられるのか。村上さんに関しましては、ベイアンさん以上に背中だったりとか、まあ、進化というところに注目しております。ご自身でもですね、その背中が弱点で、背中を、まあ、足とかね、強みに追いつかせたいとおっしゃられていて、まあ、かなり、まあ、背中を強化されてるのかなっていうぐらい、背中のトレーニングをね、上げる頻度も多くて、まあ、背中と足の頻度がね、多いんですけど、まあ、山岸さんのところアメリカまで行かれて修行されたりとか、あとは本場のオリンピアをね、見られたりとか、まあ、そういった目で見る経験っていうのもさらに積まれて、まあ、今回出られます。まあ、どんな体になるのか。まあ、コンディションの鬼、ベイアンさん。そして上半身下半身バランスが良くて、学校の先生生徒の味方、村上プロ。まあ、どんなね、プロデビューになるのか、お二人とも非常に注目どころでございます。まあ、クラシックフィジークは本当にボディービルとかメンズフィジークとは全く違うね。また新しいカテゴリーでプロの大会、プロの選手の体というのを、まあ、見たことない方っていうのもね、この日本だと割と多いと思うので、ぜひね、会場とか、まあ、ライブ放送初めて見る方とかは、クラシックフィジーク注目してみていただければと思います。今回お二人ね、改めて、ハトクマが注目しているポイントといたしましては、背中。ここになります。はい、ということで今日は東京プロに出られるクラシックフィジークのお話させていただきました。皆様のこの両選手に対して応援コメント等ありましたら、ぜひね、概要欄、コメント欄、ガイドライン設けてはおりますが、どんどん書いていただければと思います。またぜひ、ハトクマチャンネルの登録と高評価のクリックもよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。まだまだ東京プロの話は終わりません。てかやっぱ二人ともすげえ体だね。ベイアンさん絞りやば。でやばいじゃん。